動画しっかり見ておいてください。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。どんな感じですか？首と肩が痛いんですけど、はい、うん、腕は上がるんですよ、うんうん、だけど上げると変な音がするというか、ね、ポキポキ言うんですよね。あとは肩がすごい自分で内側に入ってるなと思ってるんですけど、うん、内側に入ってるところじゃないですよ。右めっちゃ下がってます、うんうん、そうなんですよ。側反しようかなと思いましたもん、ね、はあるんですか？ないです。ない。こうなってますもんね、うん、こうなってます。ちょっと側反もドラクエの分かるかどうかパペットマンみたいになってますよ。多分手術をちょっとこっち側したことがあって、それとかじゃないんですけど、でそれでなんかバランス悪いのかなとちょっと思ったりはします、今言われて。あ、何か気になることはないですか？あとはここがすごい疲れて、仕事してると座り仕事なんですけど、はい、この辺こう叩いちゃう感じで、この辺がすごい疲れます。ああ、多少流的な。そうです、もう本当にそういう感じです。わかりました。はい、向こう向きにちょっと歩いてみましょうかね。大丈夫ですか？大丈夫です。ああ、もうガタガタ。ガチャガチャ。ガタガチャ。ガチャガチャ。左腰から左足が得意です。ガチャガチャ。相当悪い感じですか？うん、悪いです。ねじれてますもんね、相当。あ、本当ですか？左足が得意ですね。今ちょっと左足に意識しましたね。ちょっと気にして歩いちゃいます。わかります、わかります。隠しました。はい、これうつ伏せやるんです。背骨がねじれてるんですか？いやいや、あ、まあまあまあ、ちょっと側はありますよね、少し。まあまあ、肋骨隆起は若干、あ、少し軽い側はじゃないかな、これ。おそらく、足もやっぱおかしいですか？足おかしいです。足おかしいです。おかしいですか？おかしいですか？やっぱ北海道は足がおかしい人多いですよ。いや、そうですね。あ、なんかでも昨日からずっとそうですよね。ああ、足がなんかずれてる人が多いですね。やっぱ雪のせいですかね。そうそう、足場が悪いからでしょうね。ああ、だって4ヶ月ぐらいずっとね、あんだけ足場悪いところで生活したら、そうですね、おかしくなりますよね。でもそうですよね、福岡で治療しててこう足が悪い人こんな連続ではないのにも、すべからく足がずれてますもんね、皆さんね。うん、うん、あとスキーとか関係ないですか？スキーは分からないですけど、すいません。スキーやったことない。あ、本当ですか？そう、高校の時に1回だけしたことあります、修学旅行で北海道。だからもう僕ね、高校卒業してもすぐこの業界入ったから、あ、だからもう怪我できない状態だったからですね。あ、スキーするなって言われてたんですよ、しょうか先生。いやいやいや、別の先生、別の先生、塩川先生、そんなこと言わない。だから球技もしたらダメって言われてですね。あ、本当ですか？スキー日するから。ああ、なるほど、ね、何もできないんです。ちょっとこれで起きてみましょうか。あ、メガネ、メガネ。めっちゃすごいです。 0.01 チョコリの10倍悪いってこと？より悪いと思います。あ、そうなんです。レンズの厚さがもうそもそも違いますもん。これで薄くしてる。あ、そうなんですね。これでちょっと歩いてみてください。薄くしてる、お顔のだけに。どうですか、足の感じ。なんか不思議な感じがします。なんか今までこう触れてないところが触れる感じ。そうそう、地面にピタッとこう足がつく感じがするでしょ、はいはい、なんか浮いてた感じがしたのがこうついてる感じがします。そうそう、そうなんですよ。まずこれがね、ちょっと大事なところなんですね、はい。今からまたちょっとやっていきますので、はい、またちょっとうつ伏せに、はい、なんかチョコリと同じような足されてる。私、生まれるスキーボードなんです。あ、そうなんですね。剣道やってたんですけど、すごい恥ずかしかったんですよ。なんだ、お先生を知って。いや、ダン取る前にやめちゃった。あ、そうなんですね。2級でやめました。いつ頃されてたんですか？中学校の2年生ぐらいは。あ、なるほど、中途半端な時期にやめられた。受験勉強早くせないか。あ、いや、そんなことあります。早くするって。首悪いですね。首悪い、ね。いや、目悪いからですよね。あ、前出してこう見るんだ。
首が悪くてこう視神経を遮断してるとか、そういうことではなく視神経は脳だから。あ、そうなんですね。脳から直でつながってるんですよ。あ、目がですね。だからその考えたこととか思ったことが目に出る。だから目は口ほどに物を言うというか。あ、よくできとる。目を見たら分かりますよ、嘘ついてると。あ、もうじゃあもう嘘ついちゃう。いやいや、何で嘘ついちゃう。何で嘘ついちゃう。僕はこの目で嘘をつく。いや、アスカさんなったじゃないですか。そうそう、アスカさん気力がいい人は首痛くなりにくいですか。いや、そんなことはない。そんなことない、僕見たら分かる。視力いいんですか。視力いい、まあ、悪いと、なおさら悪くなる。あ、なおさら悪くなる。見えたらこうするでしょ。しますね。ね、だからこう顔が前に出てしまう。顔前出てた。ただ重力のかかって垂直にかかってるから、はい、体の軸からこう頭が外れれば外れるほど首と肩に負担がかかるんですよ。だからお前は四足歩行で生きたらちょうどいいんだよ。じゃあ四足歩行になってる。そう、四足で、うん、違う違う、膝ついてるから、膝を上げない。そう、膝をついてる動物がおるかもな。そう、前見ない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 、前、前を見ろって。なんか宮崎駿の漫画に出てきそうな感じじゃないですか。ね、頭痛くなるでしょ。すごくなりますね。ね、いや、これ頭痛の話までいかなかったけど、これ首触ったらもうこれはやばい首だなっていうのもう分かりますよ。やばい首。ちょっと、ね、こっち上に横向く。おわ、硬い。もう一回。あ、だめ。はい、この反対だ。硬いですね。大変ですね。硬いだろうなっていうのはね、背中触った時に、あ、やばい。やばい。やばい硬さ。さあ、頭がね。今の右の骨盤も左側から見えますよね。なるほど。右の下なんで、更新状態。これで立ってみましょうか。びっくりしましたね。びっくりしました。まあいいですよ。で、今度こっちに座ってください。吐いて。後ろにかな。はい、ちょっと左に。はい、あ、伸びてきた、だいぶ。まっすぐなってきた。本当ですね。まっすぐなってきた。座った時のお尻のね、感じが変わってきましたよ。へぇ。ちょっと、だから、肩を。頭の後ろに取り込んでください。よいしょ、あった。はい、肘を回る。ドラン。おぉ。来た来た来た。来た。目カメラ。びっくりした。半分。あ、だいぶまっすぐ、なんか感じでしょ。変な感じします。これ上げてみてください。まだちょっと、ね、よろつきますよね。なんかよく言ってるこうフラフラするっていうのがちょっと分かった気がします。そうそう、ちょっとね、平行感覚がね、来るから、うん、はい、では今度これ上向きましょう。今更ですけど、動画結構見ていただいてるんです。すごい見てます。ありがとうございます。職場の人でもすごいファンの人がいて、あ、そうなんですね。今日来るって言ったらすごい羨ましがられて、院長ですか店長ですかって言われて、院長ですって。院長と店長とね、どっちでもないから。嬉しいなぁ。院長と店長とどっちでもないカラフルだろう。いや、YouTube 様々ですよね。こんな一般人がなんかそんなね、なんか会いに来てくださるなんてですね。そうですよね。はい。いい音ですね。すごい。あ、これ抜けた、こっち側。はい、しょ。頭に響いた。すごい来ました、ここ。今の頭に響いた。バスッと。ああ、ちょこっとだけこれ、はい、少しね、微調整。よいしょ。なんかすごい一気に汗が出る感じがします。わかります。首がすごい悪いから。ほんのちょっとだけ、
ぶ念入りにされましたね。いやいや、首がね、本当にやばい。少し伸ばします。おあわよね、衝撃やつ。マサキアンジャスト。びっくりした。いやいや、やばかったです。頭持ったな。こうやって、ね、抜けました。あ、本当ですか。なんか除霊完了みたいな。抜けた感じが。あ、なんか首も。ちょっと今日ぐったりですよ、相当。あ、でしょうね。う、相当ぐったりすると。回復するのにも体力使いますからね。今日帰ったら寝ますもん。起きれるから。はい、これで起きていきましょうか。本当すごいふわふわします、座ってても。立ったらもっとなります。おお、大丈夫ですか。大丈夫ですけど、すごいメガネ作り変えた時みたいな感じします。ああ、でもすごいよく見えます。うん、あ、よく見えます。よく見えます。歩いてみてくださいね。すごい、そうです。ちょっと前、はい、今やったらもう男前に見えるかもしれない。上向きだったんですか。はい、1日でやりすぎたかもしれないみたいな感じです。ああ、そんなにですか。うん、治療がね、はい、体が受け止めきいかいなぐらいの感じ。でも今日しかないけどね。そうですよね。ね、あのいらっしゃる、なんかまあまあ、札幌の方ですけどね。また違う、ちょこっとだけ、はい、資産金悪かった、悪い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 。いや、曲がりだからすごかった。だからそこはしようかと思うぐらいあったから。あー、おっしゃってましたもんね、最初。うん。あー、痛いっすね。ちょっと低いですよね。これでまたバランスが戻ったから、さっきより歩きやすい。腕振りがついてきてなかったんですよ、体のバランスに。なるほど。だからほら、今だいぶ。おーおーおお。うん、体、目つぶって歩く方が歩きやすいかもしれない。もっと歩きにくいから。すごいなんかふわふわしますね、もう。そうそうそう。でもほら、だいぶ体がね、伸びた感じ。すごいなんか。シャキッとした鏡レンズです。ここがまっすぐ、ウエストのラインも変わったでしょ。はい、あ、いい感じですね。すごいまっすぐに。いや、すごい、ありがとうございます。はい、松尾田道中、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、ね、すごいびっくりしました。あ、本当にこの音するんだなって思う。皆さんそうおっしゃるんですよね。はい、なんかこう整体は行ったことあるんですけど、はい、強制されたことがなかったので、本当に血流がいいのか、すごい今ドキドキしてますだけどね、肩もだいぶ慣れ方になってきたでしょ、ね、うんうんうん、ピシャッとこう立たれてる感じです。あ、だいぶこの良くなりました。右が下がったので、ウエストもだいぶ中心に来ましたもんね。ちゃんと回ってる感じです。だいぶ悪かったんですね。こんなに悪い悪いって言われること。いやいや、頭痛が相当ひどいはずですよ。すごいひどい。目が開きましたもんね。頭痛は本当毎日するので、まぶたがパクッと開いてる。なんかパッとこう白くなった感じがするでしょ。明るい感じ。脳脊髄液の流れまで悪くなってるんですよ。あ、要するにその視神経って言ったじゃないですか。あ、はいはい、ね、だからこう脳脊髄液、脳で作られた液がこう脊髄に流れていくんですよ、はい、ですね、はい、でまたこう戻ってくるっていう循環するんですけど、あんだけずれてしまっとるから、あ、止まってしまってるんね。そう、だから台所の排水管が詰まったような状態。台所に水がこう溢れてくるじゃないですか。だから溢れてきて脳圧迫するんですよ。脳を圧迫するから、その視神経も一緒に来るから目に来るし、だいぶ辛かったですね、そしたら。だから水圧が上がったような痛みだと思います、はい、その頭痛が、その表面からじゃなくて、こう中がごわんごわん来る、こう来る感じでしょ。そうそう、中の水圧が上がった感じですよ、脳が圧迫される、圧迫感がある頭痛。だから台風とか来たら、もう本当にすごい辛くて、うん、あ、
頭痛くなったりとか。なってもひどいので、うん、でもこんなすごい。ルンルンな気分。いや本当にすごい嬉しいです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。札幌ラストですね。ラストですね。お待たせしました。はい、はい、お待たせしました。よろしくお願いします。はい、これは何のユニフォームですか？サッカーの。これはフットサルのブランドの。フットサル。はい。フットサルされてるんですか？やっててしないです。してない。はい。ない。こんな感じですか？なんかこう。2年前から胸郭出口症候群って、まあ、診断されて、はい、肩に来たり。はい。左手の薬指がしびれたりとかあって、はい、今日はもう新潟がずっと痛いです。人差し指を？人差し指だけですね。あ、人差し指ですね、はい、今薬指っておっしゃっていました。人差し指されたら人差し指だけですね。で今日は右肩、今日は右肩の要は関節と関節の中っていうんですかね、はい、そこが痛みますね。はい、胸郭でうちは左に出てるところを差し指してる。右も左も出るんですよ、ね、右しびれます。しびれは見えないです。胸郭出口の割にはまあ、うん、そうですね。肩はそんなに内巻き。胸郭出口ってこう、ここで要するに圧迫するんで、胸郭の出口で圧迫する。あ、なるほどなるほど。で血流とその神経圧迫で。遮断する。その圧迫、うん、指先からしびれくるんですよね。うん、他は何かあります？あとは股関節が悪いので、はい。ビッグ骨が右手がちょっと痛いかなって感じですね。わかりました。はい。ではちょっと向こう向きにちょっと歩いてみてください。はーい。あー悪い右の腰がね、もうボロい、わかるでしょ。はいはい、わかります。右ですよね。右です。動いてないですね。はい、森川さんももうわかるでしょ。そうですね、目が超えてきましたね。もう長いことですね。はい、でも目が痛いです。あー、自力でどこで上げれます？あー痛いですね。これいつぐらいからですか？去年の秋ぐらいからですね。はい、もう痛いです。何ヶ月ぐらい、はい、うん、まあ、そうです、だいたい今半年ぐらいですね。半年間ずっと痛い感じですか？なんかチクチクって感じで。ちょっと手首と肘いますね。はい、怖っ。おー、はい、おー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 、はい。痛みは強いんですよ。さっきよりも。あ、そうですね。おお、少し、はい。ちょい、もうちょいですね。はい、どうぞ。入りましたね。ああ、大丈夫。うん、ね。おお、すごい。あのねじれがあったから。はい。今ねじれ取ったんですよ。あ、すごい。痛みないですね。バリ聞こえました。ちょっと。これで歩いてみてください。だいぶのバランスが変わった、うんうん、そうですね。 OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。去年の11月の中旬に背中がびっくりやっちゃったんですよ。はい、おい、これはなんかすごい、すごいですよ。まっすぐしても、まっすぐしても股関節が悪いですよ、これ。お、もともとの多分生まれつきじゃないかな。あ、そう、あ、そうなんですか。めちゃくちゃ曲がってますよ。いや、これ多分接点的なもんですよ。へぇ、エフェクト最初に作ったのは高橋店長ですよね。うん、そう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 、エフェクトを作ったのは高橋店長のところ、最初のブレイクショットが。いや、最初ね、うちも本当ね、はい、こんなエンタメ系に振って大丈夫と思ったの。知らんかって。どんなになるとか知らんし、高橋僕もなんて言うからエフェクトの撮影したとかって、大丈夫それ、治療院なのに。どこまで行っていいとかいいなと思いながら。そうですね、治療院なのにブレイクショットって言いますからね。大丈夫それだから。それでも見ましたって言ってよく来られるから、あ、これありだなって。そう、冗談の時はね、カメラでゼロ番が終わったぐらいで、セイバーがやってた時だったんですよね。だからゼロ番のライジングインパクトのエフェクトが好きで、うん、で、あれをそのまま使ったんですよ、作って。あれ良かったよね。良かったです。あれ受けたいな。本当はね、ヘッドの時はなんか嬉しいような不安なようないろんな気持ちが。うちの見てる方がなかったね。TBS って言ったらもうテレビ局じゃなくて高橋ブレイクショット。うちの視聴者さんたちは。そうっすね。右の腰を上に横向きやってます。はい、股関節のこれ
かしいでしょ、形が、うんうん、あ、はみ出してるというか、そうそう、先天性的なのもあるんですよ、ね、多分相当中にこうね入ってる感じですよ。これ、うん、乾いた音がバチッと音がしますね。バチッときましたね。あ、かった。うん。初めて見ました。パーンって抜かないと、それ以上グッといったらいかんから、入ってここまで入れようと思ったところにグッといったから、それ以上抜いたんですよ。ああ、なるほど。そうそうそう。だからグッと押し込む感じと、スポッと思った以上に動いたから、はい、硬いからもっと動かんと思います。だから動いたから、あ、動いたと思って、それでパッと離したんですよ。おお。で、ポンって手ついて。これで立ちました。すげえ。あ、もうだいぶ、なんか違う。そう。はい、違いますね。こった感じがね。はい。これ歩いてみます。また先に言いました。あ、先に言ってしまった。言わさ、言わしてますね、みたいな。こっちの方が上がるよあれ乗っちゃったかいなって一瞬思った。こっちの方が上がらんから持ってみてください、はいはい、腕こっちから前から、はいはい、この重さは、はい、こっち あ本当ですね、こっちの方が軽い、うん、分かるでしょ、なんか、はい、あれ乗っちゃったかいなと思ったもんこっちよねと、はい、頭の後ろ手を組んでいきます。はい、反って肘を前、はい、立ちます。はい、お疲れ様です。はい、今度はこれ。目抜きです。目抜きですね。大丈夫かな。口開けてください。はい、吸って。あ、これね。はい。これ軽く。うん、こっちはですね、左の振りが。言われましたね。そっから頭痛が。うん、左の後頭骨が悪い、ここまで来ちゃう感じですね。うん、口開けて、はい、吸って、後頭骨まで引っ張ってるって感じですね、これ。うん、後頭骨がずれてるっていうか、こっから根こそぎ持ってこないかな、うん、はい、あ、あ、待て、うん、ちょ、あ、しょ、うん、響いたでしょ、一発目行きましたね、脳天まで、はい、うん、これが引っ張ってたんです、最初の、はい、そこですね、そうそう、そうなんですよ、ちょっと、あ、しょ、いった、足もピシャーっとこうね、そうですね、くっついてきた感じですね、はい、でちょっと腕を上げてみてください。おお、おお、だいぶ上がりだったでしょ。痛みはどうですか。はい、ないですね。すごい、すごい、すげえ、あ、もうだいぶ違う、うん、ね、はい、ちょっと座ってください。あ、ちょっと待ってください。剣を、あ、これ痛いだろ、剣、あ、これどうかい、痛いっすよね。抜けてきたことある、ね、抜けました。はい、右側のところが左もあるんでしょうね。ちょっと立ってみてください。はい、ちょっと
ちゃうから、まあ、ちょっと硬いですね、これ。あ、誰だ、こっちの、うん、抜けてくるんですよ。はい、はいです、うん、あ、だいぶ肩が、ね、広がりましたね。あ、本当だ、ちょっと上げてみて、はい、ちょっとふらつく、ちょっとふらつく、そうですね、ちょっとついていかないです、目が悪いからなおさらフランスかもしれないですね。はい、そうですね。ああ、今だいぶ安定です。おお、はい、目がね。はい。ね、フランスと言ってほしいです。ああ、いいですよ。どうでした？いやー、本当に、ダメても痛かったんですよ、今日は。ああ。もう、ダメダメ痛くて。あ、そうなんですね。消毒中も。うん。今どうですか？もう今、もう全然ないですね。すごい。はい。いやー、よかったです。すごいな。良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。なんだね。なんだね。ちょっと。ちょっと。え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 。まだ松尾多動中期、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2日間、あっという間でしたね。あっという間でしたね。あ、でも楽しかったですよ。いやいや、本当ですよ。もう体悪い人多いですね。そうですね。よかったです、本当。よかった。まあでもうちのチャンネルと正木先生のチャンネル見られてるから悪いのは当然ですよ、ね。そうです、ね。悪いから見てるんでしょ。そうです。いやでもリアルにやっぱ視聴者さんとファンの方にお会いするっていうのはすごいいいですね。なんか嬉しいですよね、会いに来てくださる。いいです ね、まあ、ありがたい。あ、本物とかね。そうですね、握手してくださいとかって言われて、ね、なんか嬉しいですよね。なんか一般人なのになんか、いやいや本当にそうなんですよ。なんかいいのかな、なんかね、サインくださいもありましたし。いいですね、久しぶりにサインした気がする。なんか例ではあれですもんね、初サインやったですもんね、あれが。そうですね、そう、先月札幌に来た時にサイン考えて、で今日が一発目。よかったですね、練習してて。そうなんですよ、ね、あ、次はどこに行きましょうかね。どこでもね、沖縄とか良さそうですね。ね、なんか時期的に、ね、あと意外となんかこう四国とかね、うん、一番でもうちでないのは東北地方なんですよ、僕らが行ってないの。あ、だから東北は意外といいかもしれないですね。仙台、そうですね、青森あたりは、うん、なんか全国のファンの方にね、いや、応援したいですね。ね、YouTube ってすごいですよね。全国だからですね。そうですね。地域じゃないからですね。うん、考えてみたらそうですよね。うちの福岡選手の動画なんか600万人が見てるわけですからね、延べ。もう600万人ってとんでもないですよね。いや、本当ありがたいです。もうありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。また先生とまた行きますんで、どこか。そうですね。はい、行きます、ね。動画しっかり見ておいてください。いつ告知するかわかんないんで見てなくてね、逃したっていう人も結構いたんで、今回。そうですね、うん、乗り遅れた後、もう応募が終わってたと。結構すぐ埋まってしまったからですね。そうですね、なのでしっかり見といてください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。せーの、See ya。絶対に思ってます。いえ、東京都。東京都。東京都。